8ミリ小の丸シール3枚黒く塗りつぶします。2枚ホワイトマーカーでこのようにちっちゃい丸を描きます。始めます。 7.5 センチの折り紙、こちら白を上にして三角に半分に折ります。開きます。こちらの縁とこちらの縁を真ん中に合わせるようにして折ります。はい、向き変えてこちらの縁から1センチ下ここで折ります。上の角を下の縁に合わせて折ります。角も少しこのように斜めにここ折ります。同じく 7.5 センチ、こちらまた白を上にして三角に半分に折ります。こちらとこちらを合わせるように半分に折ります。開きます。こちら折り筋の下、爪でしっかり押さえながらこの角をこう斜めにくるっとこういう感じでめくるように折ります。ここ3センチから 3.5 センチです。こちらも同じように折ります。そうしましたらちょっと裏返してこの縁を合わせるように角を少しばかり折ります。折ったらこの角を折ります。こちらも同じように折ります。5センチの折り紙、こちら白を上にして対角線上に折ります。四つ角を真ん中に合わせて折っていきます。この真ん中のここの縁をこの真ん中より7ミリから1センチ開けてここでこういうふうに平行になるように斜めに折ります。ここ幅同じぐらいになるといいと思います。でこちらもこの縁とこの縁を合わせるようにこういうふうに斜めに折ります。でちょっと硬いんですけどこの角を少し折ります。ひっくり返して同じように折っていきます。この角1センチほどこのように折ります。そしたらここも角になっちゃうので少し折ります。で丸みをつけます。はい、こんな風になります。次は 7.5 の4分の1、こちら三角に半分に折ります。こちらとこちらの縁を真ん中に合わせて折ります。
ちらの角を少し1センチほど折ります。こちらこのようにちょっと斜めにこういう感じで折ります。もう1枚も途中まで同じです。同じですけど、今度はこちらを折ります。これで左右対称になります。で、この角、上の角も少しこのように裏側に折ってください。組み立てていきます。まずここ、これを貼ります。ちょっとのり付けが大変ですけど、このようにちょっとずつテープのりでのり付けして、このバッテンの中心が真ん中なので、ここの折り筋の真ん中合わせます。で、少しこの縁より少し5ミリほど裏返すと、ここね1センチかな、1センチほどずらして貼ります。はい、今度はこちら、この平らになってる方、この折り筋が折ってない方、こちらをのり付けします。で、この部分に、口のこの部分に合わせるように貼ります。これも少し下に1センチほどかな、でずらして貼ります。で、こちらも同じようにのり付けして貼ります。次はこちら、この部分をのり付けします。で、ここ貼ります。この目のシールをこのあたりに貼っていきます。少しちょっとここ鼻のこの部分に少し隠れるようにしたら可愛いです。お鼻をこのあたりに貼ります。黒ペンの細い方を使ってちょっと周りを書き込みしていきます。この時ちょっといらない紙などを使って、台紙を使って書くといいです。で、この周りをくるくるっとこのようにこういう感じで書いていきます。こういうふうにね、こんな波みたいな風に書いていきます。このあたりまで描くといいと思います。で、この上も、頭の部分も描いていきます。で、こちらも。このあたりまで描きます。で、この鼻の部分も、こういう感じで、このあたりまででいいかな。このあたりまで描きます。お手手もこういう感じでここまで描くといいと思います。こういう感じになります。ホワイトマーカー、こちらはあってもなくてもいいんですけど、こちらもこんな感じで書くとちょっと可愛くなると思います。よかったら作ってみてください。ではまたお会いしましょう。さよなら。